ジナイーダ・ギッピウス。ジナイーダ・ギッピウスは、ロシアの詩人、宗教思想家、批評家。ギッピウスは、ロシア帝国トゥーラのベリオフで生まれた。16世紀に遡るドイツ系の家系であった。父親は弁護士である。一家は、トゥーラ、キエフ、サラトフ、ヤルタ、トビリシその他多数の都市を転々としたことから、ギッピウスは、様々な都市の学校に通った。 特に、キエフ、モスクワ、サラトフは、思い出深い土地だった。キエフでは、女子校に通う。その頃から試作を始めた。ニーチェ、ナドソン、ドストエフスキーに傾倒。詩人として活動していた18歳のギッピウスは1888年に、コーカサスのボルジョミで、ディミトリー・メレシコフスキーと出会いの地に交際に発展。翌年に結婚した。二人は出会って、 以降50年以上も行動を共にする。クルミアを経て、ペテルブルクに移った。ペテルブルクの文学サークルに加入して、数多くの詩人と意気統合した。いつしか夫妻はデガダンハサロンを主催し始め、そこではあまた巧妙な象徴派文化人たちが集った。この頃、夫ともに新しい宗教運動に参画した。さらに1901年に宗教哲学協会を起こした。 ギッピュースは信仰と知性の融合を解き、それはひいては囚人における肉体及び精神の解放につながるとされた。ギッピュースは1889年から1903年まで10年以上に渡って書き溜めた詩をまとめた、諸女詩集作を1904年に発表して称賛された。ギッピュースはニーチェの思想に影響を受けていることはよく知られている。 定感を忍ばせた生の意志、光に満ち溢れた、計り知れない事物へのその強い憧れ、果てしない銀河に燃えるような甘ねく情熱的な希望を叫んだ死を残した。さらに、第二弾の詩集も1910年に発表された。三文は初め短編を中心に刊行したが、1911年に最初の長編を発表。また、1916年には、 傑作と言われる儀曲、緑の輪を発表した。それから、アントン・クライニーの筆明でエッセイを発表している。1905年の革命に衝撃を受け、フランスに赴くも、現地では宗教的教えに無関心だったことから失望して、帰国した。1917年の革命後、ポーランドに亡命した後、フランスに移った。1941年に、 夫が没した4年後の1945年9月にパリで没。ギッピウスの作品は、三文よりも芸術的で洞察に満ちた詩の方が公表された。初期ロシア象徴主義の講師の一人、刑事上、ナルシズムな人形の魂が持つどす黒い内面を表し、独断的おたけび、そこから紡ぎ出される神のおたけびが、絶望的な地平にこだました。ありがとうございます。